バランです。今日はリクエストで何人かの方からいただいていた別光柄のパーツを作ってみたいと思います。別光柄って聞くと一番にブラウン系が思い浮かぶと思うんですけど、私はどちらかというとブルー系が好きなので、今回は青ベースの着色剤をちょっと色味をアレンジして、私なりに別光の柄を作ってみたいと思います。別光柄の一番のポイントは着色だと思います。どんな色味を作って組み合わせるかによって可愛くなるか大人っぽくなるか決まると思うので、今回は大人っぽいブルー系を作っていきたいと思います。今日使っていくものは透明のレジン液、そしてビトラーユ着色剤のこの4色を使っていきます。今回はブルー系の別光柄を作っていくので、この4色を組み合わせて色味を作っていきます。今日は久々にモルドを使ったアクセサリーを作るので、今回はパーツクラブさんのこのフープ型が取れる枠組みを使っていきます。それからこのパチコさんのこのラウンド型のモルドも使っていきます。Thank you.
というわけで今回はブルーのべっ甲柄を作っていくつかパーツを作ってみました。この大きなラウンドタイプは面積が大きかったのでちょっとこう透明感も出したかったので透明のレジンも一緒に混ぜて4色で作ってみました。少し斜めから見てみると透明な部分がいくつかあるので他のパーツよりも透明感のあるような仕上がりになってます。あとはちょっと画面越しだと分かりづらいところもあるんですけど、べっ甲柄を2層に分けて作ったので、1層目と2層目で違う色がこう重なるように、なんとなくこう配置したので、こんな感じの仕上げりになってます。このスクエアのパーツ、さっきこう型から取った時に表面がちょっとザラザラしていたので、コーティングをしてあげたらこんな風につるんと仕上がりました。モールドはどんな形に入れても可愛いと思うんですけど、こういったシンプルな形がおすすめです。あとは最後にアクセサリーとして仕上げるのにこういったピアスの金具、こういった台座がついているタイプをこの裏に接着剤やレジンでくっつけてあげるだけで可愛いイヤリングに仕上がるんじゃないかなと思います。他にも別甲のパーツ同士をこう組み合わせて作るピアスも可愛いと思います。あとは裏側にピアスのパーツをくっつけてこういったメタルフレームを一緒にこんな風に組み合わせてあげるのも可愛いと思います。というわけで今回は何人かの方からリクエストをいただいたべっ甲柄を作ってみました。こういった大人っぽい青系で作ってみるのも夏らしくて可愛いのでぜひ参考にしてみてください。このべっ甲柄ピアス可愛いなと思ってくださった方ぜひぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。